トロフワレシピ、キノコのかきたま中華スープを作っていきます。熱したフライパンにごま油大さじ1を加えて、えのき、しめじ、まいたけを袋3分の1程度炒めます。塩少々と水 400cc を加えて、温まったら鶏ガラスープの素大さじ1、醤油小さじ2、白だし小さじ1を加えてよく混ぜます。弱火に変えて溶き卵1個を加えたら、水溶き片栗粉を加えてよく混ぜます。ネギを適量乗せて完成。